ぬいぐるみ取るのうまいな。あんなすぐ取れる人初めて見たわ。あないなもちょろいもんやったで。時間あったら店中のぬいぐるみ取ってるわ。ほんま？なんや。
なんかめっちゃセレブって感じするわ。言うても二人で来たってしゃあないやろが、こないなとこはもっと大人数でシャンパー開けてパーッと楽しむもんやで。そんな友達おらんもん。そうなんか、そら意外やな。親と喧嘩して家出するような不良娘と仲良して止めてくれる子はめったにおらんし、おってもその子の親に追い返されるし、今のバイトで知り合うた子とかもおるけど、普段から連絡取って遊ぶような友達とちゃうし、せやからみんな仕方なく街で男捕まえてホテル泊まったりするけど、やっぱり危ないことの方が多いし。牧村誠っちゅうやつは、そないな行き場のない子が夜の街で妙なやつに悪さされんように仕切ってるっちゅうことか。せやけど中には危ない客もおるやろが。せやからそないな人に会った時はすぐに誠さんのポケベルに連絡入れんねん。そしたらすぐに飛んできてくれはるから。ああ、そういえばさっきもそないなことを言うとったな。牧村っちゅんはそない喧嘩が強いんか。強いなんてもんやないって。筋肉もりもりで背もめっちゃ高いし、大抵の人はカッコ見ただけで謝って逃げるわ。ほう、そらごっついの。あ、うち踊ってくる。なんや、ビップルームはもうええんか。ディスコに来たらやっぱり踊らなそうやろ。うちお酒飲めへんし。そういうとこはまだまだやな。やっと見つけたで。自分の出入りしそうなとこ片っ端から張ってたらいつか会えると思ってたわ。何？うちに一体何の用や。とぼけても無駄やで。この前の礼させてもらおう思てな。俺に散々怒らせた挙句、そろそろホテルに行く頃やっちゅう時にごっつい男呼んで俺をボコボコにしてくれたやんな。あんたが悪いんやろ。うち見たんやで、あんたが飲み物に睡眠薬混ぜてたの。そんな男についてくはずないやん。なんや、今日はこの前の男はおらんのか。おらんのやったら読んでもかまへんで。そん代わりこっちも人連れてきとるからな。あんた最低やな。なんとでも言えや。待ちや。ああ、なんやわれ。自分もこの天のおもりなんか。何勘違いしとるんや。俺はそない女のことなんて全然知らへんで。ただお前らが邪魔やから言うとるんや。なんやと。ディスコ言うたら踊る場所やろな。女ナンパしたいんやったらダンスでええとこ見せたらええやないか。今から俺が手本見せてやるさかい。そこどいて場所開けや。アホ抜かすのも大概にしとけや、このボケ。そない踊りたいんやったら踊らしたるわ。ただし俺らのサンドバッグとしてな。おう、表出ろや。
さんすごい、めっちゃイカス。ま、ざっとこんなもんや。せやけど男を出しにして金稼ぐのほどほどにしときや。今たまたま俺がおったけど、いつでも例の牧村藩を呼べるとは限らんやろ。言うても誠さんいつもすぐ近くにおるからな。呼んだらほんますぐ来てくれんねんで。そうなんか。誠さんな、普段整体師やってはるの。小福町南にあるほぐし会館ってお店。ほんまか。そしたらそこ行ったら本人に会えるやろうか。多分な。あこちゃん、今日は大きにな、ほんまに助かったわ。ほな、こっから先は本人に取材してみるわ。あ、うちが言うたってことを内緒にしてな。五郎さんええ人やから特別に教えたけど、ほんまは誠さんのこと内緒なんやから。わかってるわかってる。せやけど、ほんま信頼しとるんやな、牧村はんのこと。そらそうやん。あの人おらんかったらうちも今頃どうなってたかわからへんもん。そら、さすがに褒めすぎとちゃうか。女に優しゅうするのも案外下心あってのことかもしれへんやないか。そんなん絶対ないって。蒼天堀には誠さんに救われたって子めっちゃ多いんやから。男に騙されてひどい目合わされて自殺寸前のところを救ってもらったって子もおったし、うちらにとってほんま神様みたいな人やね。花へええ人疑ったら罰当たるわ。ふん。あ、でもただ一つだけ誠さんから頼まれてることがあんねん。頼まれてること？うん。もしお客さんの中でコウモリの入れ墨をした男の人を見たらすぐに教えてくれって。コウモリの入れ墨をした男、誰なんやそれ。うちも詳しくは知らへんけど、誠さんずっとその人を探してるみたい。誠さんからなんか頼まれることなんてそれくらいしかないから、バイトしてる子はみんな協力して探してるんやわ。なるほどな。それで最初俺が入れ墨しとる言うたら食いついてきたんか。そういうこと。女を使って男を探してるか。あ、あかん、そろそろ次の人と待ち合わせの時間や。次やと？まだ遊ぶんか。ほな、うちはこれでバイバイ。たまにはうちに帰れや。気が向いたらな。
そうや。おい。はあ。ここやな。
負けぶれや。どこや。誰もおらんのかい。しゃあない。出直すか。こいつが牧村か。何がこたんで。どなたですか。あれ、お客様ですか。おかしいな。すみません、誰かいらっしゃってますか。なんやこいつ、目が。もうドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。俺客よ、客よって。来てや。おい、ええから来てや。泥棒やったらとっくに逃げとるわ。落ち着けやな。どこにいたんですか。俺は今店に入ってきたとこや。いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか。いや、実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんや、ゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。おい、すみません、怖くて。すみません。ええんや。で、店長はおらんのか。今日は出かけて帰ってきません。すみません。なんで謝るんや。わかった、とにかく出直すわ。本当にすみません。泣くなや。どこがおつらいんですか。え？さっき体がバラバラになりそうって。治療されるなら早く予約をされた方が。え？ああ、それはもうええんや。ほなまだな。やっぱり。ダイヤマー！違う言うとやろが。ほら、わかった。お姉ちゃんにやってもらおうかな。な、それなら納得してもらえるか。
当に凝ってますね。相当辛かったんじゃないですか。ああ。こんなに体を酷使されてるなんて。失礼ですが、お仕事は何をされてるんですか。仕事？俺は。俺はキャバレーのボーイや。そうなんですか。同業の方たくさんいらっしゃいますよ。やっぱり大変なお仕事みたいですね。この前もグランドって有名なお店の人が来て、支配人がむちゃくちゃばかりするから毎日すごい大変だってぼやいてました。ほう、誰や一体。よく貧乏暇なしって言いますけど、私は忙しい方がいろんなお客さんと知り合えるから全然苦にならないんですよね。私、お客さんから仕事のこととか街のこととか聞くのが好きなんです。お客さんが普段どんな仕事をしてて、それで体がこんな風に凝ってるんだなって、施術をしながら頭の中で想像したりするんです。ほう。ほな、姉ちゃんの話聞かせてくれや。なんや、趣味とかあるんか。そうですね、展示の本を読んだりもしますけど、ラジオを聞く方が好きかな。ラジオか。最近はテレビの方がええって思ってたけど、目見えへん人でも楽しめるっちゅんはラジオのええところやな。でも一方的に話を聞くより、こうしてお客さんと直接お話をする方が好きなんです。だから仕事が趣味みたいなものかもしれません。人と話すんが好き言うんやったら、あんたホステスなんか向いとるんとちゃうか。私がですか。さすがにそれは。あ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がしたいんや。せやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかん。そういうものなんですか。そんなもんや。その点姉ちゃんはいい線いっとると思うで。しかし仕事が好きか、そら羨ましいの。お仕事好きじゃないんですか。うん、まあ上司がちょっとな。そうなんですか。じゃあきっと私は上司に恵まれてるんですね。店長に出会えて私本当に助かったんです。店長のお店だったから今までやってこれたけど、他のお店だったらとても。ここの店長ってのはどないな人なんや。店長ですか。そうですね、なんか見た目は怖いらしいです。なんや、その見た目はっちゅうのは。まるで実はちゃうみたいやないか。だってあんなに優しい人他にいませんよ。そりゃ怒鳴ると怖いかもしれませんけど。そのなんや、暴力を振るうタイプとちゃうんか。暴力？確かに店長力は強いみたいですね。店長の指圧を受けてるお客さんはいつも悲鳴を上げてますよ。いや、そういう意味はのうてな。でもあんなに強く指圧してるのに揉み返しが起こることが全然ないってすっごく評判なんですよ。ゴッドハンドっちゅうやつか。どうしてもお店に来られないって人のために
出張訪問まですることもありますし、いつもお客さんの健康を第一に考えてるんです。整体師としてもそうですけど、人間としてとっても尊敬できる人ですよ。はあ。それに以前私も店長に救われたし。救われた？とにかく店長は全然怖くないですよ。人は見た目によらないってことで。私見たことないですけど。おいおい、さすがに笑えんで。お客さん、お客さん。なんや、寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。ああ、そうかもしれんな。じゃあ、今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。ねえ、ったく何してんねん俺は。あれ、店長。え、いや参った参った、財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか店長。おお、施術中か。いらっしゃい。ほう、こりゃお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。あれ、店長、ハリーですかそれ。はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこか思てな。え、本当ですか。お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外ハリ治療やってくれないんです。店長のハリ級だったらお客さんの凝りも良くなるかもしれない。うん、あれ、何の音だろう。ああ、あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私？春やるとき、わしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。あ、早こうてきて。でも、私だと時間かかりますよ。大丈夫や。それまでゆっくりこの客班のツボチェックせなあかんからな。じゃあ、行ってきます。おう、気をつけてな。ハエをドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけが。牧村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。
テレクラで引っ掛けた女使うて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。なんや、ずいぶん余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、的の店で気抜いとるようなど素人の殺し相手ならなおさら。ん？悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。ならゴッド&の大サービスや。行くでー。おー、うりゃ。ただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もや、お前。こっちのセリフや。なよ。邪魔すんで。やっぱりちんけなチンピラかい。ちゃんとお仲間呼んどったちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。え、リーやと。何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ、ハハ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 ハ。何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと。あ、せやったら。はい、店長、買ってきましたよ。あれ、店長。まこと、なんやと。おお、ええタイミングや。おかえり、牧村まことちゃん。お客さんですか。おい、さっさと連れてけや。逃げろ、まこと。マコト、ええから逃げろ。なあ、なあ、店長、店長どこ。牧村、この子が。邪魔すんな、おっさん。おら、おさっとすんな。はい、はい、ああ、
おれ、さっさと連れてけ。くせ、なんなんやこりゃ。おっと兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまにあの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。中華はあれ何もやね。あの女は俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねえ。そらこっちのセリフやボケ。まあ、あんたも死んどき。あいつを逃がしたってくれ。なんやと。あんたしか頼れんのや。あよ、あよ、いかんかい。余計な邪魔しよって。なんなんや、この状況は。死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな兄ちゃん。おう、やったれ。追いついたで。なんやわれ、邪魔すんなや。どこのヤクザか知らへんけど、こっちもその女渡すわけにはいかへんのや。返してもらうで。くそ、構えん、ぶっ殺したれや。立てるか。その声、さっきのお客さんですか。あの、一体何がどうなって。クソが、その女は渡さへんで。すぐに仲間が駆けつける。さかい、怖いな。説明は後や。とにかくここを離れるで。な、何？し、
かねて。あ、兄貴。くそ、どないなっとんねん。兄貴、大丈夫でっか。おい、女はまだ近くにおるはずや。すぐに探すで。応援呼ばんかい。お、はい。厄介なことになったで。
探したで。行くで。いつまで逃げるの？こすん。奴ら倒さな先へは行かれへんか。そんなら片っ端から相手したるまで。遠くへ逃げなあかん。もたもたしてる暇はないで。よし行くで。
っちや。こっちや。イグレ、もう大丈夫なの？せや。よし、行くで。おい、危ないから後ろにおれ。うん、分かった。見つかったか。そうやな。やっと見つけたで。じゃあかん。こっちや。階段降りるで。え？階段？ちょっと待って。んな余裕ないわ。しっかり捕まってろや。行くで。ついてこいや。おい、危ないから後ろにおれ。うん、わかった。あとはここを突っ切れば奴らを振り切れるはずや。手こずらせてくれたな、兄さん。誠ちゃん、渡してもらおうか。くそ、しつこいやっちゃな。お前はここでじっとしとけ。まことちゃん、先逃がしてもええで。どうせ一人やったら遠くまで行かれ。すぐに追いつけるんやからな。その代わり、ここでお前を確実にぶっ殺す。それからゆっくりとまことちゃん捕まえて、連れて行かせてもらう。お前ら何も言えん。なんであの女狙うとる。お前、そんなことも知らんと、あの女をどうこうしようとしてたんか。何やと。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。とんだ間抜けや。お前は自分が何に足を突っ込んでんのか分かって。おい、どういうことや。くっそ、
ここまで来たら大丈夫やろ。お前大丈夫か？おい、何を？心配すんな、奴も逃げた。すぐに会えるはずや。本当に？ああ。どうしてこんなことに。始まりはアジア最大の歓楽街カムロ町で起きたある一件の殺しだった。その濡れ衣を着せられた道島組若衆桐生一馬は、育ての親でもある若頭の風間を守るべく決死の覚悟で組を抜ける。桐生をはめたのは風間に次ぐ組の幹部、道島組若頭補佐久世健能会会長久世大作。その最終的な狙いは殻の一坪と呼ばれる土地にあった。巨大な利権の絡むカムロ町再開発計画にとって欠くことのできない殻の一坪。そのわずかな土地をめぐる極道たちの熾烈な争奪戦に、ある一人の男が桐生を巻き込んでいく。立花不動産社長立花哲。その背後に隠された風間の意志が桐生の運命を大きく変えようとしていた。それで結局立花不動産と手を組んだってことか。ああ、とりあえずはそこの社員って形だ。社員？へえ、そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。まあそこも堅気には思えねえけど。なあ。そうだ。となるとお前の殺しの濡れ衣を晴らす件は立花不動産が手貸してくれんのか。ああ、立花はもう方々から情報を集め出してる。立花不動産の情報網を使ってな。期待できそうか？多分な。ただ
立花が掴んだ話じゃ、薩の方でももう俺のこと嗅ぎつけてるらしい。空の一粒の死体から俺の指紋が出てる。おい、それじゃお前すぐ薩に手配されちまうんじゃねえか。いや、それについちゃ立花が薩に鼻薬効かせてる。完全に捜査止めるのは無理としても、いくらか遅らせることはできるって話だ。それでも真犯人を見つけない限りはいずれ殺に追われる。俺が町を自由に動き回れんのはもってあと3日ってとこだ。なるほど。でもやっぱり立花ってのは結構な力持ってんな。殺にも太い骨があるってわけだ。そうらしいな。その件についてとりあえず連中に任せるしかねえか。で、お前は今何してんだ？だから不動産屋の仕事だ。は？空の一粒の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどな。もう一息ってとこまで来てるらしいが、それまでは不動産屋の普段の仕事を手伝えって言われてんだ。仕方ね。お前が仇の仕事するって？ああ、小田っていう立花不動産の幹部が俺の教育係にいてな。そいつとこの後キッサアルプスって店で待ち合わせてる。だがその前に俺のこの服を何とかしなくちゃならなくてよ。服？極道丸出しじゃ仕事になんねんだと。真っ当な仇に見える服を仕立ててこいとさ。ああ、お前もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか？服についちゃお前に聞くのが一番だ。お前なら真っ当な仇の服見立ててくれるかと思ってな。人を見る目があるぜお前。わかった、任せとけ。安心しろ、そんなに期待しちゃいない。ただ俺が選ぶよりはいくらかマシだろ。お前なあ、それが人に物頼む態度か。待ち合わせまで時間どれぐらいあるんだ？そんなにはないな。できればカムロ町で買い物を済ませたい。それじゃあんまり選択肢はないな。この近くでビジネス用の服売ってる店っつったら中道通り裏のメンズスーツか。中道通り裏？そんなとこに服売ってる店なんてあったか？新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。高級ブランドなんかは置いてねえが、まあとりあえずの間に合わせにはちょうどいいだろう。贅沢は言わねえさ。それじゃ行くか。それにしてもおめえ、俺に服の見立て頼むってことはセンスねえって自覚があったんだな。余計なお世話だ。ほら別に無難に済ませてだけだよ。お前も適当にやってくれりゃいい。何言ってんだ、俺がやるからには手は抜かねえよ。きっちり気合の入った仇に仕立ててやるって。いや、普通でいいって言ってんだろう。まあまあ。兄ちゃん強そうだな。後悔するな。
なに強いなんて。いやおめえガキの頃からなんか親父っぽい服着てたよな。そうだったか。ああたまに好きな服選べるって時もよりによってそれ買って服ばっか手に取ってた。地味っていうのとも違う。よくわからん柄の入ったシャツとかよ。さあな忘れたよ。でもよくそんなこと覚えてるな。今だから言うけどよ俺はおめえみてえな服だけは選ばねえようにと思ってファッションに目覚めたんだ。おいそこまでひどかなかったろ。一丁前に傷ついたか。でもまあ今回は俺がついてんだ。大事な兄弟を悪いようにはしねえよ。よろしく頼む。任せとけって。着いたぞ。ここだ。本当にこんなとこにあるんだな。そんじゃ入ろうぜ。気に入ったのがあったら言えよ。ああ。無難な線だとこんなところか。なんかパッとしねえな。地味だな。それが仇ってもんだろうが。見え張ってなんもなのは極道だけだ。ただこれじゃなんていうか貧乏人っぽく見えるんじゃねえか。ならおめえにぴったりだな。うるせえな。お、これなんかどうだ。バカおめえそれ絶対やめとけ。選ぶんじゃないかとは思ってたけどよ。なんでダメなんだよ。これじゃあスーツの自己主張が激しすぎてアクセサリーや髪型、靴、腕時計全身コーディネートしないと浮いちまう。着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだ。ったくめんどくせ。それじゃあこれはどうだ。色は落ち着いてるがラペルがピークドで意外と派手に見えると思うぞ。ほう白か。さっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。よしこれ試着してみろよ。よ、これでどうだ、錦。何笑ってんだよ。いややっぱ何着てもまるで堅気に見えねえと思ってよ。お前の見立てた服じゃねえか。
分かってるって。いやでもよお前がどう言おうが俺はこの服が気に入った。これでいい。え？おい、いいのか？全然リーマンっぽくなってねえぞ。織田には服を何とかしろと言われただけだ。やることはやった。文句言われる筋合いはねえさ。そっか、よし、わかった。そこまで言うならそいつは俺のおごりで、兄弟の新しい門出だしな。何言ってんだ。あ、はなから俺はお前のおごりのつもりだったよ。なんだそりゃ。ありがとうございました。付き合わせて悪かったな、錦。助かった。ああ、お前この後待ち合わせなんだろ、橘不動産の。なんてやつだっけ。織田だ。キッサアルプスで会うことになってる。そうだったな。ところで気をつけろよ、キリュウ。クゼがお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ。例の一件で指を落としてから相当来てる。だろうな。危なくなったらいつでも声かけろよ。じゃあまたな。何？いや。おお。
よう、来たが、待ちくたびれたぜ。おだ。三が抜けてるぞ、おい。上司呼び捨てにする奴がどこにいんだ。大体お前その服なんだよ。ちゃんとしろっつったろ。全然肩着に見えねえじゃねえか。あんたに言われたくねえよ。あ？あれ？そうか？他にもっとマシな教育係はいねえのか、立花不動産には。バカ言うなって。俺以外の誰がお前の手綱握れるんだ。覚悟しときな。俺の教育は厳しいよ、桐生君。なんだこれ。伊達メガネだ。どんな面でもなぜかまともな人間に見える。俺にこんなもんつけろってのか。いちいちダダこねんなよ。まあ何もしないよりマシだわな。さてと、それじゃあ早速始めっか。まず今からこの店で得意先のじいさんと待ち合わせてる。そいつが年の割に世間知らずの資産家でね、どうも立ちの悪い戦友屋に目つけられたらしい。戦友屋？ああ？ヤクザのくせに戦友屋を知らねえのか。しょうがねえな。戦友屋っつうのは、いらたく、いや立ち退き料を目当てに建物を占拠しちまう奴らのことだ。建物を占拠？ああ、よく借金の方に裁判所で売りに出されるビルがあるんだが、これを競売物件という。普通の出物より相当安いけど、こいつを競り落とすとその占有屋がどっからか湧いてくるんだよ。で、自分たちはこの建物から出ていかないぞと居座る。連中の狙いはビルの買い手にデタラメな立ち退き料をふっかけることだ。本当はそこの住人じゃないのにってことか。そういうこと。もっとも占有屋は大抵ビルの元の持ち主とグルだ。占有屋はせしめた立ち抜き料から元の持ち主に分け前を払うって仕組みになっている。それじゃあその占有屋を力ずくで追い出すのが俺らの仕事ってことか。いや、そうはいかないんだ。か弱いビルの住人たちは法律で守られているんでね。力ずくで行けば警察沙汰になる。そん時捕まるのはもちろんこっちだけだ。おかしな話だろ。結局ビルの買い手は理不尽な金を払わねえと占有屋を追い出せねえんだ。確かにな。けどその金をなるべく払わずに済ませたいってのが今回の俺たちへのオーダーだ。じいさんそろそろ来ると思うんだが、先に店に入ってるか。おっと、その前にこれ渡すの忘れてた。桐生君の名刺だよ。これであんたも立派な立花不動産の社員だな。いいか、今日はお前のサラリーマンとしての適性を測る。あんまりなめた真似するようならきちんと社長に報告するからな。わかった。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。おい、なんだよ急に。バーカ、ここは二人掛けの席だろうが。先方が来たらどこに座らせる気だ。ああ、それともお前ずっと立ってるか。止めはしないぞ。他の席にしよう。当然だな。よし、この場所なら問題ないだろう。
仕事の話をするのにおあつらえ向きだ。おい、まさか上座に座ろうなんて思ってないよな。入り口に近い方が下座で、遠い方が上座。俺たちが座るのは当然下座だ。それくらい知ってる。知ってても実行できなきゃ意味ないんだからな。椅子に座るときは常に気をつけるようにしとけよ。わかった。いらっしゃいませ。ご注文はお決まりでしょうか。ああ、そうだ。コーヒーを。いや、注文は連れが来てからにする。また後で頼むよ。かしこまりました。お前、先に注文する気だったんじゃねえだろうな。客を待ちながら優雅にコーヒーなんざすすってちゃ話になんねえぞ。それがビジネスマナーってもんだ。そういうもんか。別に期待しちゃいなかったけどよ。せめて同じことは二度言わせんな。しかしめんどくせえな。何言ってんだい。ヤクザの方がよっぽど礼儀にうるせえぞ。上の人間ほどわきまえてるもんだ。あ、おい、来たぞ。あのじいさんが今日の客だ。どうも、山根さん。お久しぶりです。ああ、悪いね、小田さん。なんか面倒なことになっちゃって。こちらは？うちの新人で桐生です。山野井さんよりご依頼の件、こいつがやらせていただきますんで。へえ、そうですか。立花不動産の桐生です。いいぞ。名刺交換は挨拶の基本だ。どんなに顔を売っても名刺を渡し忘れるようじゃその先の取引には繋がらないからな。だが残念、名刺が逆さまだ。あま、初めてにしちゃ上出来だ。多めに見といてやるよ。桐生さんですか。これからよろしくお願いしますよ。こちらこそよろしくお願いいたします。なるほど。お話聞く限り相手は典型的な占有屋ですね。山野井さんがそのビル落札したのは先月でしたか。すると占有屋が居座り出したのはその直前。ええ、まあ占有屋は一人ですね。はい、辻って男です。四十過ぎくらいかな。なんだかホームレスみたいな汚らしいやつでして。そいつから立ち退き料の要求はありましたか。まだです。できればそのあたりの交渉も全部立花さんとこにお願いできればと思ってまして。私も年寄りですし怖くてね。なんとかうまいことあいつを追い出してもらえませんか。もちろんです。時に山野井さん、占有屋への立ち退き料いくらまでと考えてます。早いとこ済ませたいですし。そうですね、500万くらいなら。500万？勝手に居座ってるだけのやつにか。それはまあ安く済めばそれに越したことはないですけど。もともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。俺ならビタ一文払う気になれねえな。おい、失礼だろ。その辻って男、自分にはヤクザがついているなんて言うもんで、
揉めるとあとは怖いんですよ。お察しします。でもご安心ください。うちの桐生はヤクザを扱うエキスパートですから。あ？ヤクザのエキスパート？いやー、こいつはなんていうか、ちょっと気合の入ったヤクザオタクでしてね。時々ヤクザになりきっちゃあいつに言ってるんですよな、キリュウ君。ああ、そうだな。ま、立ち退き料はできるだけ安く済ませますよ。それじゃあ頼めますか。もちろんあなた方への謝礼は別に用意しますから。あ、それはありがたいんですが、立花から謝礼は遠慮するようにと言われてます。いつも山野井さんにはお世話になってますから。本当ですか？いやー、さすが立花不動産だ。やることが粋だね。で、問題のビルというのはどちらに？天下一通りにある杉田ビルです。わかりました。あとは我々にお任せくださいな、キリュウ君。ああ。話は分かったな。要するに専用屋をビルから立ち退かせろってことだ。ま、交渉は俺がやるよ。仕事の手本を見せてやるからな。専用屋のバックにはヤクザがついてんだろ。交渉だけで済むのか？そこは俺の腕の見せ所だな。差し当たってキリュウ君、君に最初の任務をやろう。なんだ？ひとっ走り菓子折り買ってきてくれ。は？相手が専用屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろう。これもビジネスマナーってやつだ。またそれが。わかったよ。菓子折り買ったら杉田ビルの前に来てくれ。俺は先に行って待ってるから。それじゃまた後でな。はあ。キリュウ君。あ、おいおい、お前本当に元ヤクザか？使いっ走りくらい確実にこなしてくれよな。すまん、すぐに買ってくる。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。邪魔だ。あんたの動き